この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドロームタムラゆかりです。寒さで目が覚める朝なんだけど、この収録してる今日および昨日、何ほっかほかよ。なんかさ、だってこんなにあったかい11月って あるのかな。まああるだろうけどさ、その観測史上とかでいうレベルだとね。だってもうさ、春じゃんって思ったんだよね、外出た時に。これは風邪ひきますよ。でもやっぱり寝るときはやっぱし夜は布団がヒヤッとしてるのが嫌だから、布団乾燥機でやっぱちょっと温めて、それで布団入るようにしてるわけ。でもさ、ほっかほかになっちゃうからさ、結局なんか今度暑くて布団をさ剥ぐんだけどさ、寝るときさ、パジャマのズボンを履かないわけ、なんか嫌で。だからさ、太ももが冷えるとお手洗いとか行きたくなっちゃうからさ、そこを冷やしたくないんだけど、でも足の先はもうほかほかすぎてさ、出したいわけよ。だからさ、だいたい最近いつも布団を三角に折って、なんかなんとなく斜めに存在してんだよね。なんつったらいいんだろうな。上半身も熱いからあんま抱えたくないわけ。ちょっとだけこう折るじゃん。あれさ、でもこのなんで太ももだけをほかほかゾーンに入れておきたいからさ、すごいなんかね、変な体勢でなんか寝てるんだよね。まあ寝入るまでっていうか、まあ意識があるうちだけどね、それはね。だ、足先はさ、その布団の冷たいとこ探してるからさ、どうしてもなんか変な感じの寝方になってんだよね。だからなんかね、肩が痛いの。あとね、耳が痛いの。あのさ、耳痛いのさ、何？寝てる時にさ、多分グーってこう押されてんだと思うんだけど、どこかがなんかね、押されてる物理的な耳の痛さがすごいあって、なんだろうな、内側がもう痛いんだけどさ。でなんかたまに、昨日今日の話じゃなくて去年とかさ、一昨年とかもさ、まあ、たまになるからさ、だからさ、病院に行ったわけ。何病院に行ったかちょっと忘れちゃったけど、一応調べて、あ、耳鼻科かな、耳痛ったから。そしたらさ、まあ、見ても何にもなってないからさ、まあ、なんかちょっと赤い気がしますけどみたいな感じでさ、で、でも痛いんですけどってなるじゃん、こっちは。なんか絶対押されてる、なんか痛いやつなんですけどとかって、じゃあなんか薬とか出しますみたいな感じでさ、もうお願いしますみたいになったら、耳の中に入れる目薬みたいなやつ、耳薬みたいなのさ、まあ、出してくれたけどさ、でもなんかもう出してる先生もなんかはぁみたいな感じなの。なんかいや、もうこれしかないからこれ出しますけどみたいな、別なんともなってないんですけどみたいな感じなの。でも明らかに痛いの。これさ、何だと思う？まあ、ゆかりは押されて痛いだと思ってる。それでは今夜もゆかりの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めまして、こんばんは、田村ゆかりです。なんかさ、たまにさ、そういうの意思の疎通が取れない時あるじゃん、その病院とかでさ、なかなかちょっと難しいよね。だから子供の時からさ、お腹が痛いのさ、お腹の痛いのどう痛いかとかをさ、うまく説明できない子供だったからさ、なんか今もあんま上手に説明できないんだよね。だからなんか病院難しいなって思うんだけど、でもなんか最近通った病院が結構なんかなんかいい病院だったんだよね。
で体調悪くてしばらく通ってたんだけどさ、じゃあ次はもし悪かったら1週間後で、まあ、良くなったら2週間後に来てくださいって言われてさ、でまあそんなになんていうの、その先生に何か薬を出してもらって改善するみたいな劇的な悪さではなかったからよくはないんだけど、だからじゃあ2週間後でいいかと思ってさ、2週間後にしてたわけよ自分の中で。そしたらさ、この間そのライブやったでしょ、でライブやったらなんかまた調子悪くなっちゃってさ、でもさ、いやでも2週間後に調子悪くなってるのなんか変だなって思って、かつかかってた時の調子の悪さじゃない調子の悪さなんだよなこれと思って、どうしていいか分かんなくて結局、行かなかったんだよね。だからまあもう少ししたら行こうかなとは思ってるけど、なんかなんだろうな、その喉の病院ではないからさ、多分また違う薬をさ一生懸命探してくれるだろうなと思って、その今の症状に適したやつを、だからまあちょっといかんどこうって思って行かないで喉の病院で出してもらったお薬の方とかを飲んでたんだけどさ、なかなかね病院難しいよね、自分で勝手に判断していいものでもないと思うしさ、なかなかやっぱちょっと難しいなとは、思う。だからさ、そう呼吸器の多分専門の先生だったみたいでさ、吸入のさ、喘息の人がやる吸入みたいなやつをさ、すごいいっぱい出してくれるわけ。最初はこれだったんだけど、次はこれとこれとこれですみたいな感じで、なんか3種類ぐらい今度出てきて、いや、わかんないけど、すごいマニアの魂感じると思って、多分違うんだと思うけどさ、なんかいっぱい出てきちゃって、思い出たださ、やっぱそれってさ、すごいやっぱ楽になるわけで、これずっと出してくれたらいいのになとかって思ってさ、主治医にさ、ちょっと調子が悪かった時にその違う病院、近所の病院に行ってて、で吸入のあの粉のやつ出してくれたんですよってさ言ってみたらさ、あれすごい楽になるけど声帯が細くなるんだよねって言われて、やめますってはい、やめますって思ってさ、だから確かにその主治医が出してくれることもあるけど、あんまり出さないからさ、なんでかなと思ってたのよ。そのネブライザーっていうやつを使って吸うやつを基本的に出してくれてたから、なんでだろうとは思ってたんだけど、あ、やっぱ理由があってだったのかと思ってて、あまりにも咳がひどい時とかは喘息用のやつ出してくれたりするけど、その気管の方がね、炎症起きてる時とか理由がちゃんとあったんだなと思ってさ、はあ、すいませんでしたと思ってねえ、まあそのなんか緊急時に使えるから残ったら取っといてねって言われてたからさ、その別の病院でとりあえず残してはいるけど、まあちょっとむやみにはやめとこうと思って、また先生に見てもらった時に叱るべき薬を使うようにしないと危ないと思ってさ、ねえ、でもなんかめっちゃ種類あるんだなと思ってさ、ゆかりもなんか割とちょっとそういうの調べるの好きだからさ、お薬とか自分が処方されたお薬とか調べるのすごい好きだから、喘息用のその吸入器をさ検索したらさ、めちゃくちゃあんの。同じような見た目なんだけどさ、めっちゃあってさ、なんかこの色の三原色みたいな感じでさ、こう丸が3つあってさ、何々型何々型何々型みたいなのがあってさ、交わるところにこれとこれがあって、ああ出てる出てるとかさ、めっちゃ面白いじゃんこれって思っちゃって。でも、ね、一個ずつの使い方も違うからさ、もうハテナがいっぱいなの。これはプシュって押して吸うやつ、これはなんか押したら煙みたいなのが出てくるからそれを吸うとかさ、なんていうの、その呼吸をふーって吸って吸うんじゃなくって出てる煙を吸うタイプとかさ、めちゃくちゃいっぱいあってさ、なんか世の中知らないこといっぱいあんだなってやっぱ思っちゃうね、なんかね、楽しいなって、楽しいなっていうのも変な話なんだけどさ、思っちゃったんだよね。じゃあメールとか読みますかね。クリステさん、ゆかりんこんばんは。アイスまんじゅうの新商品、
スイートポテト味を見つけたので食べてみました。外側はパリッと香ばしコーティング、中はカラメルソースと甘さ控えめのお芋あん、いくつもの味が重なる美味しく楽しい味でした。寒い日のアイスもいいですよね。ゆかりはもう食べましたか？これね、あの周りがチョコレートでコーティングされてる系のやつで、多分ちょっと高いやつなわけ、このアイスまんじゅうのシリーズの中でも。多分プレミアムのやつだと思うんだけど、違ったらごめんだけど、ゆかりね、今今期出てるか分かんないんだけど、キャラメルのやつがさ、すごい好きでさ、キャラメルの味のアイスまんじゅうがさ、一時出てた時あって、それねすごい食べてた。このスイートポテト味はまだ見かけたこともないし食べたこともないけど、もう周りがねこうコーティングさ、カラメルソース入ってんだったらもう絶対美味しいじゃん、 100% 美味しいじゃんこんなの。だからさ、あの食べたくはなるよね。でもね、仮にアイスね買うんだけど、あんまり実は食べないわけ、あの夏も冬も。だから今もさ、冷凍庫の中結構パンパンでさ、届くたびに、冷凍の食べ物が届くたびにうまいことこう詰め直してはいるんだけどさ、アイスクリーム墓場みたいなゾーン今できちゃってて、でね、アイスクリーム墓場ができちゃってるにもかかわらず、クラウドファンディングでアイスクリームが6個来ちゃったわけ、わーと思って。でもさ、いや、ゆかりはね、ちゃんと未来のゆかりを予想してたからさ、そのメールが来てね、あの発送しましたっていうメールが来て、で一斉メールだからさ、何個口かっていうのは別に書いてないわけよ、自分のメールに。ほいね、その24個口の人は小口が分かれてしまいます、ごめんなさいとかさ、いろいろ書いてあってさ、ちょっとそのメール見た時に、うわ何個来るんだろう、やばいって思ったの。6個しか来なくてさ、はあ先を見越してたねと思って。え、だってさ、24個だとさ、 6×4、 ちょっと間違ってるかな、18個口かな、わかんないよ、小口は違うわ、18個かもしんないけど、なんかそう書いてあってさ、メールにさ、そんなに来たらもうダメ、無理無理と思って、もうそんなのあやに押し付けるしかなくなっちゃうと思ってたんだけど、6個だったからさ、なんか3個3個の味、2種類の味が3個ずつっていうので来ててさ、でもね、その前に食べないといけないアイスすごいいっぱいあってさ、結構途方に暮れてはいるんだよね。そんなに食べないから、食べない理由がさ、あのスプーンがいるじゃん、アイスって、そこなんだよね。スプーンがいらなければもっと食べてると思うのよ。でもさ、スプーンがいるじゃん、もうね、これ最近ねちょっとひらめいちゃってさ、ゆかりね、アルミのうどん最近食べることあってさ、まあ調子悪かったから食べてたんだけどさ、アルミのうどんさ、コンビニとかに売ってるやつ、アルミかけるだけじゃん、そうできるでしょ。でさ、ゆかりさ、ちょっとそれ矛盾してんだけどさ、食器洗いたくないのにアルミ洗っちゃうわけ、だってまだ使えるしと思って。だってまだ使えるじゃん、アルミのやつ。ほいでさ、スーパーとかでさ、それも火にかけるだけだけど、アルミがついてないバージョンのやつ売ってたりするでしょ。でそれをそのままスポンって入れて、同じメーカーだから入っちゃうのよ、金麗さんだから、スポンって入れて、でそれまた温めるわけで、またアルミ洗うわけよ。いや分かってるよ、お鍋でやってお鍋と食器洗えばいいじゃんって今みんな言おうと思ってるでしょ、分かってる。でも心の余裕が違うのよ。だからもう何度も言ってるけど、アルミだったら心に余裕がない時はもう捨ててもいいかなって思えるじゃん。でもさ、お鍋とお皿は心に余裕がなくても洗わなきゃいけないじゃん、そこが違うわけで。ちょっと何そのもうちょっと食いついてこないこの話。ほいでさ、一応ね、アルミのなんていうの、買ったやつもあるわけ、 IH でも使えるしお鍋にもかけれますみたいな、アルミのお鍋使い捨てのもう一応あるわけよ。でもね、セブンイレブンで買ったやつをずっと使い回してるわけ、ずっと。んでさ、最近ちょっと思ったことあって、お茶入れる時にちょっと調子に乗ってね、あったかいお茶入れるのに調子に乗ってマグカップ使ってたわけ。でもさ、マグカップ洗うのめんどくさいわけよ、紙コップでいいんじゃないと思って、で紙コップ買ったわけ。紙コップさ、買い始めたらさ、紙皿って思っちゃって、
あ、なんかレンジでチンするタイプのお惣菜とかさ売ってんじゃん。あれ紙皿でいいかもって思っちゃってさ。でも今うち紙皿めっちゃあるわけ。なんだったらさ、コップにね、そのホットレモンとか作る時とかにね、マドラーがなくてね、竹串で混ぜたわけ。あ、マドラーも別に買えばいいんじゃないと思って、でマドラーもだからそう使い捨てのやつ買ってさ、木のやつ買ってさ、だからもうなんか無敵になった気持ちがすごいしてんだよね今ゆかり。なんていうかさ、めっちゃ強くなったのめっちゃ強くなったよゆかり今。多分ね割と HP 高めだと思う。ただね、お茶に関してはやっぱマグカップに入れてる方が美味しいんだよね。あれなんてなんだろうな、紙の味するんだよねやっぱ。でもね、まあ洗うよりいいかなって思ってさ。でさ、なんだったら紙コップもさ3回ぐらい使ってるからさ、ちょっとへにょってなるわけ。あのなんていうの、折れ面みたいなさ、継ぎ目があるじゃん、紙コップ丸にして止めてる部分、あそこがねなんか持った時にへにょってなったりして、へにょってなったらあーもうこれダメだと思ってささよならするんだけどさ。いやもう今ねこれ最強なんだよね。なんつーの、もうさ料理うまくなった感じすごいするもん、やってないのにチンしてるだけだけどさ。うーん、全然共感得ない感じなんだこれ。捨てられる余裕、そう捨てられる余裕で、紙皿の時もさ、例えばそのなんか中華のさチンするやつを、袋ごとチンするやつをチンした時とかは、まあ、お皿汚れちゃうからさ、それはもう捨てるしかないんだけどさ。でもなんかふわっとしたやつあるじゃん、なんつうの、汚れないな別にみたいなやつ、そういう時はさ、あの紙引いてさその上に乗せるわけ例えばじゃあ買ってきたケーキでさ、銀の紙がさ周りについてんじゃん。だから銀の紙があるから、まあ、別に汚れないじゃんお皿だから、その上に、まあ、一応ティッシュみたいなの引いて銀のやつ置いて食べたらさ、また使えるじゃんそのお皿ね。え、全然なのこれ、嘘でしょ。え、結構イケてると思う。たださ、まああれでしょ、見た目のことを思ってんでしょ。今ね紙皿なのにさ模様入ってるやつとかあんのよ。なんとか焼きの模様の紙皿みたいなのとかあるわけ。まあよ、紙皿だよ確かによく見たら。でも和風のねお皿みたいになってたりね、全然食いつかない。スクエアの形の可愛いやつとかさ、あとね使い捨てなんだけど木のやつあんの、木のお皿でさ、レビュー見たらさ、まあ薄い、確かに使い捨てたから薄いんだけどさ、2回は使えますって書いてあって、でも、ね、それに関してはねちょっともったいなくてまだ開けてないのめっちゃ最近一番テンション上がったのにこれ、ゆかり嘘でしょ、全然みんな食いつかない。それではここで1曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム合言葉より、田村ゆかりでケセラセラ。気をつけば同じ顔、好きも嫌いもあなたの今日に見つかりたがってるほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来て、めくれにうずめた吐息と好き、ケセラセラって言ってみた、少し震えた唇を噛みしめてまたあなたを思い知る、ため息に泣いてた日だかを訪れてて、あなたの恋にしてよね、チュルルチュチュ、ぐるぐるぐる悩んで秘めた言葉も多分全部書
月の才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村いつき先生は褒めたたえます。お題は言われなくても知ってますです。一体どんな俳句が集まっているのでしょうか。これは合ってるかな。ちょっとこれわかんないけど読んでみるね。来世は朝顔さん、ヒロ。地球儀でスイスを探すの難しい。これさ、どういうこと。まあゆかりは 100% わかんないけど、ちっちゃいのめちゃくちゃ。あ、そうなんだ。どの辺に、あのさ、わかんない、間違ってた、ごめんね。ヨーロッパら辺、ヨーロッパら辺確かに密集してるもんね。なんか あの中で探すのが難しいっていうことなんだ。へー、そんなにちっちゃいんだね。それは知らなかった。あー、君2個送ってきてくれてたんだね。こっちの方が面白いわ。ま、読むか。もうじゃあ来世は朝顔さん、ヒロ。カッパにはキュウリをあげると喜ぶよ。いや、いや面白い。知ってるっていうか、カッパがまずいないんだよ。でキュウリは好きっぽいよね、カッパね。これ誰が言ってんのかちょっと分かんない。誰が言ってその設定になったか分かんないけど、確かにカッパキュウリ好きだ。多分水分が好きなんだと思う。だからナスも好きだと思う、多分。喜びそうだよね。ちょっとね、面白かった、好きだった。じゃあね、ゆいげつさん、ヒロ。あ、まだあった。ごめん、ゆいげつさんやめるね。ごめんね、ごめん、ゆいげつさん、ほんとごめん。来世は朝顔さん、ヒロ。ケンケンをしてると片足だけ疲れる。知ってる。ゆいげつさん、ほんとごめんね。だってさ、来世は朝顔がめっちゃ送ってくるから。おい、もう一回このお題来る。あ、もう来ないか。ゆいげつさん頑張。次のお題は妄想でいいから、モテエピソード575でです。皆さんからの才能のない俳句たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、合言葉より田村ゆかりで Never Let You Go。残した小さな明かり、心に落ちた影を映してる。記憶の
の中で出会った君は子供みたいにただ笑っていた。なんてことない日常が、そのさりげない横顔が、夜明けに染まる涙の向こうを浮かんではまた消えてく。お願いねまた行かないで。お時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net、 yukarin@joqr.net です。もうね、ゆいげつさん、ほんとごめんね、反省してる。でも来世は朝顔が悪いと思う。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。全国ね、ぬくもりも嘘にする、忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる。でもね、涙が溢れる前に言わなくちゃ。
優しさの